地図メ属は、カメモクのマガメ科に含まれる属。アメリカ合衆国東部、カナダ南東部最大種は、バーバー地図メで、最大校長33センチメートル。甲長の性的二型が顕著で、例としてバーバー地図メはメス校長17から33センチメートルなのに、対し、オスは校長9から13センチメートル。甲板の表面は滑らかで、成長輪はあまり発達しない。 俗名、グラッペターミスは、浮き彫りされた亀、彫刻された亀の意で、廃坑や獅子に入る筋模様に由来する。平地図亀の種称名、ジョバグラフカ及び英語圏で本族の構成種を指す。総称マップタートル、和名は、廃坑の甲板に入る模様が、地図の等高線のように見えることに由来する。口実するように、平地ち亀を除く土内でもあまり大型化しないしと、 頭部が大型化する種に分けられる。上ゴの先端は凹まず、その両脇が牙状に突出しない。頸部は短く、頭部と頸部の長さは、復興の直線距離よりも短い。頭部や頸部に筋模様が入る。形態やミトコンドリア DNA の延期配列の分子系統学的解析から、奇水がめ族と単系統群を形成すると推定されている。 本属と奇水亀属の二属からなる、単形頭群は赤ミミガ亀属の一部から分化し、単形頭群を形成すると推定されている。ヒラチズガ亀が約800万から600万年前と最も初期に分化した種と考えられている。またミトコンドリア DNA の塩基配列の分子系統学的解析から頭部が小型な、キマダラチズガメ、ク亀、コブチズガ亀、ケーグルチズガ亀、 テキサス地図ガメ、ニセ地図画面、太眉地図ガメ、ミシシッピ地図ガメ、ワモン地図ガメの8種と、大型化するアラバマ地図ガメ、アーンスト地図ガメ、ギボンズ地図ガメ、バーバー地図ガメの4種は、それぞれ単系統群を形成すると推定されている。これらの2つの単系統群は、約300万から250万年前に分岐したと考えられ、それぞれの単系統群で、 数十万から数万年前にかけて急激に主分化したと考えられている。主に河川の上流域から中流域にかけての流水域に生息する。中高生。水生傾向が強いが、水辺にある岩や倒木の上などに上りに幸欲を行うことも好む。植生は雑食。大型個体は貝類。小型個体は昆虫を食べる傾向がある。繁殖形態は卵生。 生息地では、食用とされる種もいる。開発による、生息地の破壊、水質汚染、食用やペット用の乱獲、娯楽としての殺傷などにより、生息数が減少している種もいる。2006年に、アメリカ合衆国の個体群が属位で、ワシントン条約付属書3に掲載された。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されていた。 1980年代には、種が特定されず、グレーマップタートルや、灰色地図メの商品名で販売されることもあった。ニセ地図亀、太眉地図メ、ミシシッピ地図メは、流通量が多く、野外での発見例があること、定着した場合の影響が懸念されることからよう、注意外来生物に指定されている。ありがとうございます。